俺人気者になりたいわけじゃねえんだよ。インターネットチャンピオンになりてんだよ。俺違えんだよ。これで似てるようで似てないの。街で声かけれる、か、かけられたいわけじゃねえんだよ。ネットでギャーギャー言われてんだよ。ギャーみたいなの。その方がいいじゃん。難しいわけよ。その、ヒカキンとかはじめしゃちょあれでもムカつくよなあれさ、YouTuber のさ、企画の中で 一番腹立つとこあってさ、マジで、これみんな絶対100%共感してくれると思うんだけど、あの、ディズニーランドを初め車中って気づかれる、気づかれたら即帰宅みたいなので、ね、入り口で、あ、初め車中だって言われて、動画2分で終わるの、あれイラーとこね。で、てめえのその、俺たち、俺有名人だよな、自慢。聞かなきゃいけねえんだ。あれマジ腹立つよな。 この前、おいっこと言ったら、悠ゆ々うゆう、悠々、12時間遊べたんだけど、ね兄ちゃーんって言われて。なんなら、おい、ちょっと、おい、俺がよ、いつだい,なんかいつだ行ったんだよ。おい、おい、多分よ、視聴者によ、声かけられちまうかもしんねえからよ、気をつけろよって言ってたのにもかかわらず、誰も、ちゃんと、わかりやすい、わかりやすい、うんこちゃん T シャツ着てったのに、誰も声かけてこねえの。たまおかしいんじゃねえのディズニーランド行ってるやつ。 俺の甥いっ子に、おい、兄ちゃんと一緒にいたら、声かけられるかもしんねえけどおめえマジ気をつけろよっ、つってたのに。はじめ社長に習って。たまおかしくね舞浜のバカども。千葉の英雄が帰ってきたのに。